妹さえいればいい。第7巻特装版ドラマ CD、 妹のためのメルヘン。ちなみにこの作品はフィクションです。実在の作品や人物とは一切関係ありません。よし、これで俺の2連勝。もう、またしてもヤリチン王子にしてやられました。強いですね、フワさん。ま、カタンはそれなりにやり込んでるからね。でも千尋くんとナユちゃんも手強かったよ。ダイスの出目次第では逆転されても全然おかしくなかったし。木材も羊も麦も何もかも独占しやがって。貴様はカッパー帝国か。いつきの交渉は下手すぎるんだよ。粘土一つと資源全種類の交換とか誰が応じるんだ。私なら先輩に求められるまま何もかも差し出したのに、なんで私とは交渉してくれなかったんですか。しかもおまけで私とエッチができる権利までついてきたのに。そのいらんおまけがついてくるからだ。なるほど。実家暮らしで特典のエッチなシーツとかエッチなフィギュアとかの置き場所に困るせいで、欲しいと思っていた DVD の購入を見送ってしまうのと同じ理屈ですね。ん？全く別の話のような気がするが、同じような気もするぞ。確かに豪華だけど扱いに困る特典って結構あるよな。正直サウンドトラックとかドラマ CD の方が嬉しいっていうか。あ、兄さん、誰か来たみたい。そうだな。おう、みやこ。うん、お疲れ、いつき。あ、ナユとフワさんも来てるのね。ちょうどよかったかも。どういうことだ。うん、ちょっと作家の人たちにお願いしたいことがあって。児童向けのオリジナルストーリーですか？うん、大学の友達で学童保育のバイトしてる子がいるんだけど、今度そこで読み聞かせ会があるんだって。使うのは市販の絵本でもいいんだけど、できればオリジナルのお話で子供たちを喜ばせてあげたいみたい。うん、それでプロ作家の手を借りたいというわけか。そういうこと。うん、ギャラは？え？その仕事の報酬だ。お金取るの？当たり前だろ。プロの作家に物語を作らせるんだから、相応の対価が必要に決まっている。ケチ！ケチじゃない！たとえ知り合いだろうと、労働に対しては正当な報酬が支払われるべきであって、プロの料理人にちょっと弁当を作ってくれだの、漫画家に町内会の会報に漫画書いてくれだの、歌手に町内のど自慢大会に出てくれだの、大工にパパッと犬小屋作ってくれだの、お笑い芸人に飲み会でなんか面白いこと言えだの、そういうのは本来すべて報酬が発生して叱るべき案件で、それを知り合いだからってなーなーで済ませるのは世の中のすべての技術職に対する侮辱に他ならないのだ。特に日本では他人の持つ技術に対して金を払うという考え方が欠落しておる。わかったわよ。別にどうしてもってわけじゃないし、この話は断っておくから。あ、私はオッケーですよ。ミャーさんのお願いですし。カニコ、ほんと？ありがとう、ナユ。任せてください、ミャーさん。俺も別にいいよ。ハルトまで。確かに知り合いだからってプロにただ働きさせようって話は俺も問題あると思うけどさ、今回作ってほしいのって小学生向けの話なんだよね。俺たちはラノベ作家であって児童文学の作家じゃないから。ありがとうございます、フワさん。じゃあ二人には詳しい話を。待て。何？別に俺も協力しないとは言っていないだろう。無理しなくてもいいのよ。報酬も払えないし。たまには畑違いの作品に挑戦してみるのもいい経験になるからな。作家としてのスキルアップのためだからギャラも必要ない。兄さん、仲間外れで寂しいんだね。そんなんじゃない。じゃあ、いつきも協力してくれるってことでいいのね。
ああ、畑違いとはいえ、第一線を張っているクリエイターの作品なのだ。世界中の小学生どもを魅了するような超素晴らしい物語を作ってやろう。読み聞かせ会に来るのは小学1年生と2年生合わせて20人くらいで、男女比はだいたい半々だって。小学校低学年の男女をターゲットにした物語か。普段俺たちが書いてるものと読者層が違いすぎて、どうすりゃいいのか見当がつかないな。そうなんですか？俺の作品だとメインの読者は中高生の男子だね。アニメ化でもっと若い読者も増えたみたいだけど、低くても10歳くらいかな。俺の読者層も多分そんな感じだ。ナユの本はどうなの？幅広い層に人気だって聞いたけど。詳しくは知りませんけど、小学生からのファンレターはほとんど来ないですね。来ても5、6年生くらいです。ナユの本でもそうなんだ。カニコの本は心理描写メインの群像劇だからな。恋愛やら人間関係の悩みなんて子供にはさっぱりだろ。そう？女の子だったら小学校1年生くらいで好きな人がいても全然不思議じゃないと思うけど。ああ、確かにそうですね。そうなのか？マジか。女の子はませてるな。なんとなくのイメージだけどね。私の周りだとみんな好きな子の話とか結構してた記憶があるわ。俺たちがスカートめくったり、うんことかチンコとか言ってウェイウェイやってる時に、女子はもう愛だの恋だの言っていたわけか。女の子恐るべし。生物としてのランクが違う。もちろん人によると思うけどね。私は初恋は遅かったし。6歳くらいだと、私はまだお父さんと結婚するとか言ってた気がします。カニコ、そういうの聞くと安心するな。ああ、そういやうちの妹も小学生の時はお兄ちゃんと結婚するとかバカなこと言ってたっけ。やっぱ人それぞれなんだな。お兄ちゃんと結婚する発言のどこがバカだというのか。いきなりマジギレするなよ。なんか話が脱線したな。とにかく俺たちが出してる本の作風じゃ無理っぽいから、どういうのが子供相手に受けるのか考えてみようぜ。とりあえず自分たちが6歳くらいの時に読んでた本を思い出してみましょう。6歳か。どんなの読んでたっけな。ハリーポッター読んだのは5年生くらいだったはずだし、そもそも本読むよりゲームとかアニメに夢中だった気がする。私もあんまり小学生の時に本読んでた記憶がないんですよね。絵本とかは家に何冊かあったけど、体動かす方が楽しかったし。私は家に童話の本がたくさんあったので、それを読んでましたね。俺は子供向けの伝記をよく読んでた気がするな。エジソンとか野口英世とかの。妹ものの童話とかじゃないんですか？妹ものの童話ってなんだよ。ヘンゼルとグレーテルとか。お、確かに言われてみればあれは兄と妹の話だな。シンデレラも義理のお姉さんが2人いるから妹なんじゃない？確かに、意外と妹がメインキャラとして登場する童話はあるのかもしれんな。そう考えるとがぜん興味が湧いてきたぞ。今度いろいろ読んでみるか。童話の中にまで妹萌えを見出す五木先輩、さすがです。でも兄さん、子供の頃から妹大好きってわけじゃなかったんだね。まあそうだな。伝記の他に読んでたのはファーブル昆虫記とかシートン動物記とかだったし、それから児童文学も読むようになって、妹への愛に目覚めたのは中1くらいでラノベにハマってからだな。ってことはライトノベルにさえ出会わなければ、あんたは今みたいな妹バカじゃなくて普通の読書好きな文学青年になってた可能性もあるのよね。そうですよね。おい宮古千尋、なぜそこで残念そうな顔をする？私は今の先輩を愛してますけど、
文学青年バージョンの五木先輩も見てみたい気がします。きっとメガネかけて知的でクールな感じですよ。はあ、ちょっと見たいかも。着物の下に爪襟のシャツ着てたりするのよね。いつの時代のイメージだそれは。女性ファッションの五木先輩とか天才ですか。ミャオさん、そんな先輩に壁ドンされたらぐちょ濡れ待ったなしですよ。何をなさるのですか書生さん。怖がらなくてよいのです。アゼウさん、人間は恋と革命のために生まれてきたのだ。特急。月が綺麗ですね。死んでもいいです。生きるべきか死ぬべきか、それが問題だ。のソーセージをハマハマしたいです。ソーセージハムレット。どういう妄想だ。あ、ちなみに千尋は6歳くらいの時どういう本を読んでたんだ。え、僕、僕はその家に本もなかったし、お小遣いももらってなかったから。おう。うん。だから、小学校に入って、自分の教科書がもらえた時は嬉しくて、暗記するくらい何回も読んだよ。国語だけじゃなくて、他の科目の教科書も、知らないことがたくさん書いてあってすごく楽しかったな。そうか。重い。千尋、ここに10万ある。これで漫画でも小説でも専門書でも絵本でもエロ本でも好きなだけ買うがいい。いいよそんなの。今はちゃんとお小遣いもらってるし、アルバイトもしてるから。兄さんの部屋の本もまだ全部読めてないし。そうか、遠慮しなくていいんだぞ。いつき、千尋くんには優しいわね。シスコンじゃなくてブラコンなんじゃないの？バカを言うな！もしも妹だったら、10万どころか迷わず貯金全部差し出していたところだ。しかしまあ、俺もイツキもナユちゃんも、子供の頃触れてきたものが全然違うんだな。そうだな。バックボーンの違いが作風の違いにつながっているかもしれないと考えると、興味深い。それじゃあ、お話作りの方はどうしましょう？みんなの昔好きだったものミックスしてみますか。いや、異なる個性をただ混ぜてもろくなものにはならん気がする。ここは各自でオリジナルの子供向けストーリーを考えて、一番優れたものを採用するのはどうだ。コンペ形式ってわけか。確かに3人で一つの話を作ったら、ワンスアポンアタイムの時みたいにひどいことになりそうだし、一人の方がやりやすいかな。いつき先輩とやりちん王子と競い合うんですか。勝負となると私本気出しちゃいますよ。望むところだカニコ。子供向け作品なら全員条件は同じだからな。となると俺も真面目にやらないとな。みやこちゃん、締め切りっていつ。1週間後なんですけど。結構急だね。じっくり研究してる時間はないな。よし、では1週間後にそれぞれの作品を持って集まろう。わかりました。了解。ちなみに今更だけど、内容へのオーダーって何かあったりする。そうですね、子供が興味を持って熱心に聞いてくれるような内容なら何でもいいらしいんですけど、子供がわからないような難しい言葉はあんまり使わないでほしいのと、できればためになる教育的なメッセージみたいなのが欲しいみたいです。なるほど。ためになるメッセージ性か。普段の仕事ではあまり考えない要素だな。あ、作風の幅を広げるいい練習になるかも。それじゃあ1週間後よろしくね。僕も楽しみにしてますね。ただいま。お兄、遅い。ああ、
なんか用でもあるのか？別にないけど。でも遅くなるときは絶対連絡しろっていつも言ってるでしょ。忘れてたんだよ。なんで何度言っても忘れるのよバカ鬼。脳みそ空っぽなんじゃないの？んな、どうでもいいことに脳のリソースを割くのがもったいないだけだ。私の言葉がどうでもいいっていうの？おう。お兄のバカ、エロゲーの箱で頭打って死ね。はっ、バーカ。最近のエロゲーのパッケージは無駄にでかい箱があんまり使われなくなって、普通のプラスチックケースばっかりなんだよ。そんなので頭打っても死ぬか。そんなことどうでもいいし、キモいのよこの変態エロゲーオタク。はいはい、その通りですよ。用がないならもう行くぞ。急ぎでやることがあるんだよ。あっそ、勝手にすれば。たく、なんで俺の妹はこうも可愛くないんだ。昔はこんなんじゃなかったのに。昔？あれ、そういや確か。あ、おい、ちょっと待った。何よバカ鬼。確か俺が中学生くらいの時、お前に。一週間後、読み聞かせ会で使うオリジナルストーリーのコンペの日がやってきました。じゃあ早速発表してもらいましょうか。三人とも準備はいい？ああ、うん。はい、最初は誰からやるの？よし、では俺から行かせてもらうぞ。今回は競争相手ですけど、五木先輩の新作楽しみです。子供のハートをがっつりキャッチすること間違いなしの自信作だ。心して聞くがいい。わーい。昔々あるところに仲のいい兄と妹が暮らしておりました。やっぱり妹ものなのね。当然だろう。ある時、二人が小学校へ行く途中、浜辺で数匹の妖怪が一匹の亀タイプポッポンを取り囲んでいるのを見かけました。やべえ、タネーと兄は慌てました。妹は、お兄ちゃん、おまわりさんを呼んできて、私はここで妖怪をウォッチしてるから、と言って兄をその場から遠ざけました。兄の姿が見えなくなると、妹は妖怪たちに近づいて言いました。弱い者いじめはやめなさい。しかし妖怪たちは、えこらえこら、なんじゃボケこらなどとこらこら言うだけでいじめをやめようとはしません。仕方ないわね、悪い妖怪たちはこの私がやっつけてあげる。変身。妹がランドセルから魔法のステッキを取り出して叫ぶと、なんと妹の体が光に包まれ、ひらひらした可愛いコスチュームを着た美少女戦士に変身したではありませんか。そう、妹はこの世界を邪悪な者たちから守る正義の戦士プリプワだったのです。プリプワだと。クックック、大人気のプリプワを主人公にすることで女児の心を一気につかむという寸法だ。なるほど、こうきましたか。確かにこれならひねくれた最近の子供たちもスマイル間違いなしです。そうだろう。では物語を続けよう。いいのかしらこれ。プリプワパンチ、プリプワキック、プリプワアッパー、ドガガコパキ、プリプワエルボー、プリプワ飛び膝蹴り、ダイナマイトボンバー、バコゴキドコン、やられた。プリプワは怒涛の攻撃で妖怪たちをあっという間にやっつけました。強いぞプリプワ、この調子で敵を皆殺しだ。イツキ、お前さてはプリプワよく知らないだろう。お、ああ、まあ相手は所詮子供だ、多少原作と違っても気にしないだろう。そうかな。っていうか、著作権とかそういうのは大丈夫なの？別に出版するわけでもないし問題ない。小学校の廊下とかに生徒が描いたあっ、いや、ミッツやワッツやと日本の絵が貼られている光景を見たことがあるだろう。これが問題なら小学生たちも全員アウトだ。そうかもしれないけど、本当にそれでいいの？なんていうか、作家としてのプライドとかそういうのは？
今の俺は理想に燃える妹小説家ではなく、勝利のためには何でもやると誓った闇の児童文学クリエイターだ。既存の人気キャラを原作へのリスペクトもなく使いまくり、いい感じのフレーズをジャスラックに無許可でパクりまくって、なりふり構わず人気を取りに行ってやる。闇の児童文学クリエイターってあんまり子供に読ませたくない作家ね。まあいいわ、続けて。うん。妖怪たちを追い払い、妹はいじめられていた亀タイプポッポに声をかけます。大丈夫ポッポンさん。ありがとうプッポは。しかし残念だったな、貴様はここで終わりだ。突如邪悪な笑みを浮かべた亀ポッポンに妹があっけに取られていると、亀ポッポンの体はみるみるうちに大きくなり、やがてゴッラになりました。なんと亀ポッポンの正体はゴッラだったのです。ゴッラ。お前さてはゴッラもポッポンもよく知らないだろう。え、うん、ゴッタがプッカーめがけて500兆度の炎を吐き出しました。ゴッティープッカーは絶対絶命です。しかしその時、妹は俺が守る。そんな叫び声とともに何者かが妹をかばうように飛び出してきたではありませんか。ラッターミラクルギャラクシーバリアピーン。飛び出してきた謎の人物はすごいバリアを張って炎から妹を守ります。大丈夫か妹よ。その声はお兄ちゃん。しかし彼の姿はいつもの兄とは全く違うものでした。かっこいい全身スーツに身を包んだその姿は、あの正義のスーパーヒーロー仮面ライダーその人でした。そう、兄の正体は仮面ライダーだったのです。本当に切相ないな。ふははプッカーと仮面ライダーの夢の共演、これで男子も女子も大盛り上がり間違いなしだ。確かに日朝キッズタイムが嫌いな子供なんてこの世に一人もいません。かくいう私も無性にテンション上がってきました。今ならアヘ顔ダブルピースに変身できそうな気がします。ナユ、あんたこういうの好きなんだっけ。ゴッラー。怒ったゴッラが再びプッカーと仮面ライダーに向かって火を吹きますが、二人は華麗にそれをかわし反撃に移ります。仮面ライダービーム、仮面ライダーソニックブーム、仮面ライダーサイコクラッシャー、ビビビキバグワッシャー。そして例によって仮面ライダーをよく知らないわけか。もう好きにしなさいよ。それからも兄さんのやりたい放題なお話は続きました。しかし行き当たりばったりなようで、実はちゃんと伏線が周到に張り巡らされ、波乱万丈なようで一本筋が通っている構成は、アニメ化作家の名に恥じないクオリティでした。一番にならなくてもいい、もともとスペシャルな唯一の存在なんだとか、こんなレプリカっぽいものはいらない、本物っぽいものだけでいいといった、著作権さえ気にしなければ感動できるフレーズも随所に盛り込まれ、お客さんの心を引きつけます。あるがままで姿見せる、あるがままの自分が。このようにエンディングには歌まで用意され、隙がありません。どうだ俺の作品は。ああ、うん、すっごい意外なんだけど、なんか普通に面白かったから戸惑ってる。そうですね、まさかプッや仮面ライダーにあんな秘密があったなんて。まあ完成度は高かったな、絶対に出版できないけど。さすがです、先輩。著作権に縛られないその姿勢、私も見習いたいです。いや、見習っちゃダメだから。それじゃあ次は私が発表しますね。先輩のは痛快エンターテインメントに徹してましたけど、私のは教育的な要素に力を入れてみました。ほう、意外な方向性できたな。ナユの教育、なんか嫌な予感がするんだけど。
それでは聞いてください。戦士くんの大冒険。ほらやっぱり。今から7年くらい前のある夜のことです。一組の男性と女性がベッドの上で裸になって、お互いの体を激しくぶつけ合っていました。さーて、ここでクイズです。二人が何をしているのか、わかる子はいるかな？クイズだと？そうか、問題を出して考えさせることで子供たちの関心を一気に引きつけるというわけか。か、この手は思いつかなかった。っていうか、読み聞かせでクイズってありなのか？ほうほう、プロレス？残念、違います。お相撲？違います。え、カチムチパンツレスリング？なんで君はそんなのを知ってるのかな？もちろん違いますよ。この一人芝居は微妙にイラッとするな。というわけで正解はセックスでした。一口でセックスと言ってもその意味はとても幅広いのですが、ここで二人が行っているのは男性の性器を女性の性器へと挿入する典型的な性行為で、いわゆる子孫を残すための生殖活動、人間以外の動物でいうところの交尾です。男性の性的興奮が最高潮に達すると、脊髄の中にある射精中枢が反応し、陰茎先端の外尿道口から白い液体が発射されます。これを射精と言い、射精には快感が伴います。ところで、この時発射された白い液体の中には実は60マイクロメートルほどの非常に小さなオタマジャクシみたいなものが数億匹以上も含まれているのです。このオタマジャクシの名前は精子と言います。女性の体の中へと発射された数億匹もの精子、このうちの一匹がこの物語の主人公、精子くんなのです。教育番組のナレーションのような前振りを経て始まったカニさんのお話は、主人公の精子くんが長く険しい道のりを乗り越え、ゴールである卵子へとたどり着くまでを描いた壮大なスペクタクル冒険活劇でした。数億匹ものライバル精子たちとの激しい競争の中で芽生える友情、そして繰り返される悲しい別れ、それでも勇気を出して前に進んでいく精子くんの力強さと生命に対する参加、カニさんの圧倒的な表現力で描かれる壮大な命の物語に僕たちの心は引き込まれ、いつしか精子くんになりきって冒険を繰り広げていたのです。こうして何億もの仲間たちの思いを託され生まれてきたのが、ここにいるあなたたち一人一人です。今この世界で生きていること、それ自体がとても大きな奇跡ということなのです。おしまい。どうでしたか、私のお話。ダイユー、すっごい良かった、感動した。精子が、たくさんの精子がね、濃厚で、あったかくて。精子が。ありがとうございます、ミオさん。悔しいが、いい話だったと認めてやろう。すごかったです。子供向けでもかになゆたクオリティは健在か。にゃは、子供向けということで普段よりメッセージを直球にしちゃったので、ちょっと恥ずかしいですね。こんなのを見せられたら、安易に人気キャラを使って受けを狙った俺が情けなくなるじゃないか。くそ。あ、でも兄さんのもキャラとかセリフはパクリだったけど、展開はよく練ってあって面白かったよ。確かに
なゆちゃんのはゴールに向かって一直線に向かっていく感じだったけど、いつきのはこれからどうなるのか予想できなくてハラハラしたな。どっちが面白かったかアンケート取ったら結構いい勝負になるかもね。そうか。それじゃあ最後はフワさんの作品ですね。俺か。二人の後じゃ微妙に発表しづらいな。なんだハルト、自信がないのか。まあな。でもまあとりあえず語ってみますか。千葉県のとある町に7歳ほど年の離れた兄と妹が住んでいました。お、お前も妹ものなのか。なんで千葉？舞台については深く考えないでくれ。ある時二人が一緒にテレビゲームをしていると、突然テレビの画面が光り出し、不破さんの作品はゲームの世界に吸い込まれてしまった兄弟が力を合わせて冒険する物語でした。けれど兄さんの作品のようにプリッや仮面ライダーに変身することはなく、性格や能力ともにどちらかといえば地味なキャラクターです。展開も怪物が出てきたり魔女が出てきたりと様々なイベントは起きるものの、兄さんの作品のように周到に伏線が張られていたりするわけでもなく、どうにも行き当たりばったりな印象で、失礼ですがプロの作家さんが書いた物語にしては少し稚拙な感じがしました。でもこうして二人は王様と女王様になり、一生仲良く幸せに暮らしましたとさ。めでたしめでたし。なんかいいですねこのお話。僕は好きです。うん、うまく言えないんだけど私も好き。そう。なんか照れるね。兄さんやカニさんの作品に比べると、フワさんの作品は完成度という点では明らかに見劣りしていました。けれど作者の聞き手を喜ばせてあげたいという技術や計算ではない純粋な思いが伝わってくるような気がしたのです。展開はめちゃくちゃだし、キャラ造形にもブレがある。やっぱそう思うか。なのになぜだ、不思議と惹かれるものがある。おいハルト、本当にこれはお前が書いたのか。普段のお前の作風とあまりにも違うんだが。間違いなく俺が書いたものだよ。正確には昔の俺が書いたものにちょっとだけ手を加えたんだけどな。昔の不破さんですか。そう、実はこれ俺が中学生の時に小一だった妹に作ってやった話なんだよ。今読み返すとすっげー稚拙で恥ずかしいんだけどさ、当時の妹にはめちゃくちゃウケてたから、もしかすると小一の子供の金銭には触れるのかもしれないって思って再利用したってわけ。そういうことか。でもまあやっぱダメだよなこんなんじゃ。多分妹さんが喜んだのはこのお話が小学生にとっては面白いからなんて理由じゃないと思いますよ。だよね。昔のあいつどんなしょうもない話でも喜ぶくらいちょろかったから。そういうことじゃないんですけど。お、ああそうだ、それで読み聞かせ会で使う作品はどれにする。まあ俺のはないだろうけどさ。いつきとなゆの作品どっちか選ぶならなゆの方かな。僕も同じ意見です。あえてどっちかを選ぶならってことだけどね。別に気を使わなくていい。俺もカニコウの作品の方が上だと思うからな。それじゃあ今回は私の勝ちですね。あーでもちょっと待ってね、今から確認してみるから。確認ですか。うん。あ、もしもし、私、読み聞かせ会用の作品のことなんだけど、ね、性教育の話って、だから、
性教育、性教育の話って大丈夫なの？え、具体的な内容？精子が主人公、精子が主人公で、内容は本当に感動的なのよ。具体的描写、結構生々しいところもあるかな。でも本当に泣けて、なるほど、確かに、わかった。じゃあ後でまた。内容には悪いんだけど、性教育は各家庭によって方針がいろいろあるから、読み聞かせ会で使うのはちょっとってことらしいわ。ああ、なるほど。それは盲点でした。こればっかりは、内容が感動的だから OK っていうわけにもいかないらしいの。本当にごめんね。気にしないでください。今日、ミャオさんたちに褒めてもらえただけで満足です。それじゃあ、読み聞かせ会には兄さんの作品を。ダメだ。え？ちょっと、いつき、なんでいきなり自分の作品破っちゃうのよ。ふん。こんな作品を世に出すわけにはいかん。どういうことだ？結構よくできてたじゃないか。ハルトの物語を聞いて、それからあの話が妹のために作られた話だと聞いたときに、気づいてしまったのだ。気づいた？今回の俺の作品は読者のことが見えていなかった。人気キャラやキャッチーなフレーズを使えば子供に受けるだろうと安直に考え、小手先の技術でそれっぽくまとめただけの、読者のことを舐め切ったクソダサ作だ。俺としたことが、カニコウやハルトに勝ちたいあまりこんなゴミを書いてしまうとは。先輩、感謝するぞハルト。お前の妹への愛がダークサイドに落ちていた俺の魂を浄化してくれたのだ。いやいや、俺に妹への愛なんてねえから。そうですか？私もフワさんの作品からは愛を感じましたけど。ミヤコちゃんまで。愛も情熱もなく、小手先だけで書かれた物語は、中学生がただ一人の妹のために書いた物語にも劣るのだ。うん、今回の失敗をバネに、俺はこれからも究極の妹を生み出すべく邁進することを誓うぞ。おお、さすがです先輩。決意を新たにするのはいいんだけど、それはそうと、読み聞かせ会用の作品はどうしようか。順当に行けば不破さんの作品になるんですけど。ごめん、悪いけど俺も辞退させてもらうよ。この話はやっぱり大勢の子供に聞かせるような話じゃないからさ。そうですよね、僕もその方がいいと思います。それじゃあ、友達にはやっぱり無理だったって謝っておきますね。すみません、ミャオさん。ごめんね。すまんな。いいわよ別に。こっちこそ無茶なお願いに付き合ってくれてありがとう。こうして読み聞かせ会用オリジナル作品のコンペは、誰の作品も選ばれることなく終わったのでした。みやこさんの話では、お友達は結局市販の童話を使うことにしたそうです。市販の童話や兄さんたちが書いている小説のように、大勢の人に向けて作られた物語と、今回のフワさんのお話のようなただ一人のための物語、どちらが上か下かなんて比べられるものじゃないことは分かっているのですが、僕は少しフワさんの妹さんが羨ましいと思ったのでした。ただいま。兄、遅い。またか。つーか、今日はちゃんと樹のところで夕飯食ってくるって連絡しただろうが。そうだけど、そうじゃなくて。あ？
結果今日はそのあれだったんでしょ、お兄がずっと昔に書いたやつの。ああ、あれか、使われないことになった。そうなんだ。やっぱお前の部屋に奇跡的に原稿が残ってたからって昔書いた話を使い回すのはさすがに無理があったわ。まあ当然の結果よね。あんなバカみたいな話で喜ぶのは小学生くらいなんだから。正確には小学生の頃のお前くらいだな。な、あの話はやっぱりお前のためだけの話だったんだ。他の誰かに伝わる必要なんてない。な、何恥ずかしいこと言ってるのよ。そんなの当たり前じゃない。今さらそんなことに気づくなんて、お兄ってほんとバカ。はいはい、そうですね。今回は俺が浅はかだったよ。は、反省してるなら今度また私のためだけに作品を書くこと。は？なんでそうなる？別に私だってお兄の作品なんて全然読みたくもないけど、暇つぶしくらいにはなるでしょ。アホか、俺はこれでもプロの作家だぞ。いくら知り合いだからってプロの作家に物語を作らせたいならそれ相応の対価を払え。いいじゃん別に、知り合いじゃなくて兄弟なんだから。まあ暇があったらな。ふん。やれやれ。